皆さんこんにちは、柏木大です。シーズン途中、災害の状態で私にかけてくれた、声をかけてくれた玉井社長に本当に感謝してますし、その中で私が最後のところで最後まではその順位を上げることができなかった、とても自分自身悔しい思いと、そして皆さんに申し訳ない気持ちと、それでいっぱいです。この悔しさっていうのを来年晴らしてもらいたいし、そしてサッカーをここだけじゃなくて、予選で移籍する選手も、そして残る選手も理解してもらいたいのは、サッカーは走る競技で、戦う競技で、最後まで粘る競技なんです。その大切さを、みんなに伝えたかった。そこは多少なりとも伝えられたと思います。それはしっかり頭に入れて、今後のサッカー人生、そしてクラバンズ北九州が近い将来 J2 と言わず、チャット J1 に上がって、そして鹿島アントラーズややっぱり、本当強いチームに、レッツやそのチームと戦うことをやっぱり夢見て、皆さん応援してあげてください。私もその一人として応援していきます。短い間だったんですけども、北九州ギラバンズに来れて本当に、僕は嬉しかったです。これからもこのチームを応援してください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今シーズンを